昨日起きた事件を、ね、ピックアップし社会に与えた影響に与えたニュースをピックアップしそれを紹介していくコーナーでございます、はい、なので「ふわっち社会的ニュース」ですためになるんでね見てってくださいはいじゃまず早速1つ目の社会的ニュースです 1、えー、一つ目が、あこれはもうね、許せないですよ。皆さん、今、税金を納めるシーズンです。はい、期間内に納めないとね、まあ、ペナルティとかたくさんあるんですけれど、その中ね、こんなね、言うやつがいたんですよ。まあ、正直、昨日のね、岸田さんのおかげでね、僕はイベ,イベントですごく爆投げあったんですけれど。 でもやっぱり、岸田さんは許せないです。こんなことを言い放ってたそうです。びっくりしました。えー、ツイッター速報さんから、岸田文雄改めて納税を呼びかける。裏金事件を陳謝し、分かち合うものと。はい、ふざけるな、岸田何が陳謝だよ、お前この野郎。 なあ、お前らの、ね、トップ層が不祥事を起こしてるから国民はね、払いたくないもんをね、払ってんだぞ、こっちは何が陳謝だ、お前、この野郎。どの口が言う許せないわ、俺。いや、もう俺ね、俺、こう見えて税金納めてるんですよ。ね、まあ、分割払いでね。 それでさ、こいつはニコニコしてんだよ。はい、もしもし。あ、はい。ああ、じゃあ2時まで。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですよ。はい。すいません。ありがとうございます。2000円ね。 延長しました。皆さんの炎上ニュース大好きだから、ちゃんとやり、やってます。ってことで、まあ、岸田ね、まあ、昨日岸田ね、お茶目めの岸田さんっていう方から、ファンタスティック祭りでめちゃめちゃ爆投げされたんだけど、岸田好きになりかけたんですが、朝起きてこれでしたから、本当に許せないです。えー、改めて、納税を呼びかけて、裏金事件は陳謝し、分かち合うものふざけるぞ 何が分かちか、分かち合うんだよ、これ。分かち合えないだよ、お前。やりたいホーダーだな、これ。俺はもう日本はね、裏中国だと思ってるから。うん。もう根本的に腐ってる。悪いけれど。えぇ、ー、腐りに腐ってるよ、根っこが。この根っこを焼却できるのが、山本太郎しかいないよ。太郎しか勝たん。 ということでした。はい。じゃあ次のニュースいきます。えー、次が、えー、これはちょっと怖いですね。謎の死体です。えー、ちょっとこれは、まあ古いニュースになっちゃうんですけど、まあ昨日なんでね、古いんですけど、こんな事件があったそうです。はい。いやー、怖いっすね、これは。これかな。 全焼、えー、住宅から見知,、ね、見知らぬ遺体発生から6日女性は誰死因から読み解く謎2月26日の、ね、夜7時に配信と、えー、謎が謎を呼ぶ事件ですということでね、まあ、下の方に詳しく書いてるんで見ましょうか強風に煽られ 火に包まれる2階建ての住宅。先週、福島県郡山市の住宅街が騒然となりました。火は約1時間半で消し止められましたが、焼け跡から1人の女性が遺体となって見つかります。ところが、この女性、なんとですね、住民の方ではなかった。住んでいる方ではなく、えー、謎の死体がね、家から出てきたということらしいです。 なので、今、謎を謎を読んでね、えー、事件としてね、あのー、ヤフーニュースで上がってました。要するに、あなたのお宅にね、もし火事があったとするじゃん。お父さん、お母さん、娘さんと。やばいやばい、逃げなきゃって言って、3人逃げました。ああ、よかった、逃げ切ったなって言って、で、消防し、ね、消防車の方に聞いたら、すいません、一人助けれませんでしたと。ええー、誰っていう感じです。はい。 女性誰ですかと。なので、そういった事件があったそうですね。怖すぎるよ、マジで。えー、拡大自殺まあ、多分、道連れにするために、どっかの住宅街狙って、昇進自殺しただけじゃない、こいつ。この人ね。だって、知らないんでしょ住民の方も。それか、たまにいるんだけど、 家のね、屋根裏に住んでいる人か。うん。日本でも韓国でもいたらしいからね。屋根裏でなんかネズミの音するなとかあるじゃん。でも実は人間が住んでいたっていう。そういうパターンあるからね。マジで怖いよ。ええー。パラサイト。その通り。助けに行った人の可能性は女性の方がいや、ないんじゃないそれも。 うん、だって、消防車が来て、やったからね。てか、女性の方が助けに行くっていうのは、さすがにないんじゃないかな。男性だったらまだわかるけど。不倫相手。あ、そうなると怖いよね。旦那さんが黙ってて、知ってるけど知らないふりしてたら。うん、ちょっと怖いけれど。まあ、そういうことがあったということです。まあ、皆さん、とりあえず、ね、最近、火事が多いんですよ。 火の元の事件が。なので、火使うのはね、気をつけて使ってくださいね。はい。じゃあ次のニュースいきます。えー、次がこれですね。これはびっくりしました。こんな事件裁判長に、 俺が出るまで待っとけ。罪に問われる透明煽り被告発言。専門家はえっとですね、煽り運転していたね、あの、犯人が懲役18年の判決をくらったらしいんですって。えっと、透明高速道路で煽り運転を繰り返した末、えー、家族4人を死傷させた男の裁判ですと。 もうこれひどいね。4人も死傷させたらしいよ。懲役18年の判決を言い渡された被告は、えー、退廷する際、裁判所に向かって、俺が出るまで待っとけよと言い放ちましたということです。これはどういう意味で言ったんだろう好きだってことなのそれともお前のことをやっちゃうよって意味なのこれ。18年後。脅迫予告ええー、まあ、こいつはね、 えー、家族4人をね、死傷させたわけだから、もうね、叱るべきね、判決だと思うよ。4人の命を奪ってるからね、これ。懲役18年。妥当だと思う。で、煽り運転して格好つけてた系でしょ、こいつは。だから今でも生きってんで、きっと。おい !18 年後、お前はもう、よぼのおじいちゃんだよ、お前。わかってんだか、お前。一生な、食いてね、 刑務所で過ごしとけよカス野郎ええー、煽りするやつは、みんな同じ思考回路単調でシンプルなんだろうね、きっと。今何歳だ、こいつこいつは何歳だちょっとわかんない。年齢書いてない。はい。ってことですね。 32歳か。じゃあ50歳だ。うん。リリーさんぐらいかな。まあまあ、まだおっさんって感じか。50だったら。だけど、もうね、18年経ったらお前も反省してると思うから、ね、一生食いて生きろよ。人の命奪ってんだから。っていうことです。なんでリリーさんは届いたのいや、リリーさんが50じゃん。 だからリリーさん若々しいからあまだおじいちゃんじゃないなと思ってその人のことをねうんおっさんだなって感じ、うん、でリリーさんマまだって感じだからだからそういうふうに言っただけ別にリリーさんに対してヘイト向けてませんってことですねはいじゃあそういうことで、まあ、大体社会的ニュースは終わりですはいこから本筋入ります皆さん ふわっち大炎上ニュースですはい、じゃあまず早速一つ目のニュースから皆さん今日は何の日だと思いますか、えー、当ててみてくださいぴったり賞にはなんとあ、まあ、ちょっと ぴったり賞、一人にはなんと、iTunes カード、千五百円分あげます。イェーイぴったり賞には千五百円一人だけ本気で考えてみて。何の日か。じゃあ、十、五秒あげます。一、えー、つ。ね。二つ。スクショしてね。それで俺が送ってね。三つ。 四つえじゃさあよしい誕生日まだ惜しかったんですけどなんと今日はねお誕生日です、えー、その誕生日を迎えた方はこの方々ですねおめで今日は二月二十七日はくるちゃんの誕生日ですが ゆいちゃんやホーリー・ホリエさんも誕生日ですということでおめでとうございますすごいね、奇跡だね。ホーリー・ホリエさんとゆいちゃんとくるちゃんがトリプルでお誕生日ということですね。おめでとうございますなので、くるちゃん誕生日とかあったけれど、ゆいちゃんとホーリー・ホリエさんも入ってないと失格です。残念 ええー、三人言わないと。惜しい。ぴったり賞なんでね。だから、ゆいちゃんまだ出たかもしんないね。ホーリー、ホリーは、ちょっときつかったかもしんない。はい。残念ながら。たくまくんも誕生。え ?2 月27日なんでこんな多いのすごいね。あ、ベルちゃんもそんなにいるの マジどうでもいいよ、金のたぬきさん。そんなこと言わないでください。誕生日迎えるんでね、よかったら投げまくってる人だと思うんで、ね、ホーリー、ホリエさん、ユイちゃん、ね、クルちゃん、ね、ベルちゃん、うん。そして、えー、たくまくん、応援してあげてください。ちなみに僕の誕生日は5月の23日です。 じゃあ次のニュースいきます。はい。え、次がね、わー、これはもうびっくりしました。金梅さんから LINE が届きました。で、Twitter の方でも報告してるんですけど、いやー、もうほんと大丈夫かな、えさん。もうね、今現在、こんな顔になってるそうです。 ツイッターの方でね、アマゾンで頼んだ水、宅配ロッカーに入れてもらったけど、部屋まで運ぶ途中で体力が尽きて、結局3本ずつ運んだ。たったの 18kg も運べなくなっていた。弱い。絶対に弱いということで、金ちゃんね、18kg の水も運べなかったということらしいです。さらに、痩せこけた顔が、写真がね、投稿されました。 お腹は出てるんだけど顔はどんどん痩せこけてる、うん、マジでちょっと心配だねこれはアップにしてるかちょっとゆいちゃん来たゆいちゃんお誕生日おめでとうねまだメダルゲームしてるのかなうんだね目元もちょっと心なしかクマができてる気がする うん、あの、方がこけてないこけてるよね加工だろ加工かなこれ。加工に見えないけどな。うん、こけてるよね加工いや、加工じゃないよ。っていうこと、げっそりしてるね。あのさ。 複水で苦しんでる人間で写真投稿してるんだから、加工っていうのやめなよ。ね。普通に加工じゃないでいいじゃん。ね。なんでお前そんな追い打ちかけるのお前。やめろよ。普通に。普通にもう本当に複水で苦しんでるんだよ。で、余命だってね、短いって言われてるんだから、シンプルに、あ、そっか、認めたくないんだね。 ンちゃんは早く死んで欲しくないから、長生きしてほしいって気持ちで言ってんだ。その強さで思いで。泣けるね、お前ら。そういうことか。まだ強く生きれるよっていうことで、加工加工言ってんだ。おう、レオン SK、あ <laughs>、ちょっとレオンね。おの殺し屋のやつね。見た。ロシアのなんかやつだよね、確か。レオン。 最近見たんだよ、レオンね。あの、女の子誰だっけね俺、多分、初恋したんだよ。小学校の頃の。レオンっていう映画見て、その女の子を。名前忘れちゃった。レオンの女の子、ナタリーだ。そう。あ、マルチだ、マルチだ。ナタリーじゃないよ。マルチだよ、マルチだ。俺の初恋の人だよ、マルチだわ。最近見た。 ねえマチルダね。マチルダ。そう。殺し屋になるっつって。で、続編あるって聞いてたんだけどね。なんか続編がないらしい。けど、なんか続編に似たものはあるらしいけどね。マルチ、マ、ま、マチルダの殺し屋になる、そのなんか話のストーリーがあったらしいんだよ。でもそれは今ないらしいけど。気になるわ。どっちでもいい。次行けってことは金前バさん。 痩せこけました。えー、まあ皆さん、金ちゃんはね、一日一日がラスト配信なんで、見に行ってあげてください。じゃあ次のニュースいきます。はい。次が、いやー、税金のシーズンですね。えー、またね、届いたそうです。仲間。俺と同じ仲間ですね。名前はこの方ですね。 えー、野田ゾーさんです。青の請求書が来たそうです。はい。まあ、あのー、市民税かなあ、健康保険だ。うん。健康保険の滞納で来たそうですね。青は何青はね、低い。で、黄色が中。赤がもうやばいですと言うんです。はい。青はまだ差し押さえとかそういうのじゃないけれど。でも、いよいよやばいですよっていう警告されている。 色です、ね、えー、色分けがあるんですよ。えっと、どれだっけなこれか、一応青色なんだけど、えー、サイコクソって言って、で差し押え事前予告されてる、青なのに。 令和6年の2月28日、明日まで。えー、明日までに支払いがないと、ただ、総理のさ、ね、銀行から差し押さえがあるということらしいです。青でも組んだね、こんなの。知らなかったわ。俺俺赤だよ。ピンク、ピンク。お花火ありがとうただ、 3月の1日に支払えるようにしてもらった。ね。年金の金を。だから今日は別に払わなくて大丈夫なんだよ。ただ、紙がね、長野県にあるんだよ。だから長野県行かないと。実家に行かなきゃ。そこがちょっとしんどい。いつも大農芸してるはい、ってことです。いくら払うのそれは言えないけど、いくら払うかは。 ヒーヒー言ってますよ。送ってもらったらいや、なんか送ってもらえないんだよね、実家は。なんか忙しいっていうことで、取りに来いって言われてる。ちょっともうだから取りに行かなきゃいけない俺言ったんだよね。ちょっと、無理だから送ってってたら、いや、取りに来いと。俺はもうね、その時言ってしまいそうだったよ。金返せと。ええー。でも、それは言えないから、ぐっとこらえてね、分かったっ,って。 いきますちょっとまあそういうことで催、えー、告書が来て、えー、2月の28日に差し押さえの、えー、通知書が来るということでしたじゃ次のニュースいきますえー、次がああの TikTok の新夜っちゃくんだねなんとあのゴールデンコンビがね解散です で、ネット界の漫才師とも言われていた、新八ちょくんが、ね、絶縁したそうです。ブロック、四季絶縁完了と。はいってことです。内容としては、悪口言われたからそうですね。それで絶縁です。いやー、四季ちゃんと八ちょくんのゴールデンコンビはほ当と好きだから、こうやって絶縁になるのは、ちょっと苦しいわな。 はい。もったいないよね、これは。今年3回も絶縁結構絶縁が多いんでやっちょくんね。でもね、やっちょくん。しきちゃんは閲覧あるからね。絶縁したところでもったいないだけだよ。絶対に利用しないと。別に見ないからいいんじゃないえちなみに TikTok 見ている割合ってどれぐらいなんだろうふわっちの人は。TikTok 見てるよって人はどうしてみて あの生放送見てるよ、ゼロは見てるよって。ええー。意外に見てるよって。ああ、結構いるんだね。あーそう。あでも、そんな、そんなにか、そんなにか。ねえ。ふわっちだけしか見てないってわけではないでしょ、別に。ああ、すごいね。 あ、ミカママミカママあれなんかね、怖いんだよね。口悪いから。だからちょっと怖くて見れないね、俺は。震えちゃうというか、ちょっとこ怖さがある。はい。無限さんまたなんか朝の4時ぐらいにやってたらしいね。だから聞いた。うん。じゃあ次のニュースいきます。はい。TikTok のライブクソつまらんまあ人それぞれだからね、寄り切れですよ。ねえ。 で次,次が、本当は今回、これを本タイトルにする予定だったんですけど、えー、この方です、えー。とある配信者の、ね、THC ってする予定だったんですよ。ですが、えー、今回は、えー、ちょっと申し訳ないですけど、謝、え、罪、ー、配信無断転送禁止ということでね。 はい。えー、まゆちゃんが謝罪配信を昨日やりました。そして昨日付けで番解除です。おめでとう <laughs> はい。え、転生ね。無断転生禁止です。うん。本当はこれを本タイトルにしたかったんだけど、ね。まあちょっとそれ以上のものが来ちゃったんで、だからサブタイトルになりました。 えちょっと待って。これって無断天才になるのこれ。どうなの動画の切り抜きをツイッターに上げたりゃダメってことじゃないのスクショ禁止とかじゃないでしょこれ。なるえー、無断天才になるのこれ。そうじゃあ使えないじゃん、これ画像。どうしよう。 えー、謎像使えないのか。じゃあ画像変えるかこれ。でもあんま痛くないけど何そのさまあねえ。なんで無断転生転載禁止なんだろうこれ。ダメなんか。う、え、ん、ー、じゃあちょっと画像出すわ。 こっちのはセーフだろええー、内容証明来ちゃうじゃあちょっとこっちの画像にします可愛い,い方のねであのですねまゆちゃん昨日バンがね解除されて復活しましたで謝罪配信ということでねあのー、放送をつけて 姿の状態で謝罪枠をやりました内容としてはえーまあ、尿検の説明ですねあの警察の方に行って尿検をしたとで今回特別にしてもらったそうです、えー、たくさんの通報があったため警察の方でその結果警察も尿検をしなきゃいけないっていうふうに言われたそうです なので逆に尿検をさせてもらえたとです。結果的に陰性だということらしいですね。はい。で、えー、一応証明書や紙はないと。そういう施設ではないんでね。警察の方でそういうふうに確認が取れたらもうそれで終わりですということで、陰性ということで証明されたそうです。はい。ので証拠と証明はないんですけれどね。まあ実際はまゆちゃんの言葉だけを信じるという形になりました。 はい。で、えー、まあ、その後に、えー、SNS の方で、Twitter の方や、えー、ライブ配信の方、その他もろもろの放送ライブで、なんで言、わなかったのか。ふわっちがバンでもツイキャスとか、TikTok とか言える母体があったはずなのに、なんで言わなかったのか。まあ、そういう疑問がね、その、バン期間中、リスナーさんは思っていたと思います。えー、Twitter の方でも。 理由としては、警察に監視されているため、だから、えー、できなかったということらしいです。はい。警察には配信のネタにするなど言われていたそうで、そのため、えー、詳しい内容といったものを、えー、書き込めなかったということらしいんですよ。はい。で、えー、その後ね、 えー、まあ、昨日、スーツ姿の状態で、その配信を撮って、あの、話したんだけれど、じゃあ、お前、昨日、配信のネタにしてるじゃんっていうことらしいけど、まゆちゃん曰く、詳しい内容までは言ってないらしいです。はい。あの、言える範囲まで言ってるということらしいですね。なので、そこの矛盾は、えー、まあ、解消されていると。はい。で、えー、 ということですね。で、謝罪枠なのに、花屋をブロックされたっていうね、理由もあるんですけれど、えー、花屋がブロックされた理由に関しては、まあ、しつこいということで、ブロックしたということらしいです。あのー、あとは、他にもブロックしてる理由は、まあ、あの、なんか、誹謗中傷、まあ、要するに、全然関係ないことを言われたから、ね、ブロックしたということらしいですね。はい。で、まあ、あ そういうことで、一週間の晩を開けてね、謝罪枠をしたということで、まゆちゃんは元気よく昨日放送していたということになります。はい。で、まゆちゃんに連絡したら元気そうでした。安心してください、まゆちゃんリスナーさん。ってことですね。はーはい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 。はい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 。 いいですか、うん、まあとりあえずまゆちゃんの疑惑だね、うん、これに関してはもう我々が言える範囲まではちょっとないですね結果が出てないんで、はい、実際問題でその詰めてさらあのあのこうめくっていくっていうのは まあ、個人では苦しいのか、難しいのかなっていう状態ですね。まあ、ヘイトを向けると思うけれど、はい。その絶対っていうその証拠が見つからないんで。まあ、正直、まあ、あの。その追い詰めたいって方は逃げられるのが、多分。逃げられる状態になると思います。ってことですね。で、麻衣ちゃんは何をしたかっていうと。 THC というね、あの、リキッドを外国人の方から、友達のレイくんって方からね、これを美味しいよって言われてね、あの、試しに吸ったんですよ。そしたらレイくんが THC って言っちゃって、違法薬物だっていうね、あのー、なんか状態になっちゃっての、まあちょっと運営の番を食らったということらしいです。はい。ま、ちゃん自身もね、コメント欄で、その,違,あの違法なやつだからやめなよってたくさんコメントがあったけど、 それを見ていたらしいんだって。見ていたけど、何のことか分からなかったということで、その時の状況やその頭の整理が追いつかなかったということらしいですね。はい、で、我乗りで気持ちいいと言っちゃったということらしいです。はーいということで、まゆちゃんね、まあ、一週間の晩案家で復活ということです じゃあ次いきます。はい。お待たせしました。次が、僕もちょっと驚いてます。はい。本当は今回まゆちゃんの本タイトルだったんですが、それ以上のことが起きたということで。はい。じゃあいきます。<coughs> とある配信者が、なんと、 なんとナイスいいですかすいませんまあ、ナイスはもう決まったもんだから、もう押せる人は押してってくださいね。ええー。じゃあ、目標、400ナイスでいいです、もう。ええー。100ナイスでいいですわ。100、100人くれたらいい、もう。はい。パパっとね、もうナイスは固定したんだね、これ。 総合サインをゲットしたでしょ、これ。ありやす。じゃあいきます。とある配信者が、なんと、なんと逮捕です。はい。あの有名配信者が逮捕されたそうです。名前は、えー、中山こと、中ちゃんです。 うわマジかわい,い。中ちゃんが逮捕されました。でまあ昨日からささやかれていたんですよ。中ちゃんが、えー、行方不明だと話題になっていてまあ俺の方の放送でも、えー、夜枠なんだけど行方不明だっていうふうに騒がれていてね。でみんなが行方不明で行方不明でってなってたんだけど。 ハトが来たんだよ。安否が確認取れたということでね。あそうなんだと思ってたんだよ。そしたら、ハ、ま、ト、あ、だから、まあ本当のか、本当かどうか分からんくてね。で、そうなんだっていう感じで終わってたんだけど、実際朝起きたら、中山は逮捕されていたと。中ちゃんは逮捕されていたと。まあ、これでもびっくり、国じゃんええー、って。確かに、中ちゃん、イベント最終日ね、やらなかったんだよ。で、 昨日ミサママの26日の現地集合で集まってミサママのお店に行くっていうそのワンライブ主催の企画があったんだよその部分も中山へ行かなかったんだよねそうで俺俺おかしいなって感じになってたんだよだからまあ事件か事故に巻き込まれたのかなと、えー、そういう話が進んでいたんですよで案の定逮捕されていたとはいもう僕もびっくりしましたこれは で、どういったことで逮捕されたかっていうと、まあ、こういったことで逮捕されたそうです。いやー、これはびっくりですね。こんなことで逮捕されるんだっていう衝撃もありますけどね。まず、はじめに、えー、こんな記事が上がってたんですよね。地方の、ローカルの記事で。 これからベッドを燃やすとライブ配信を開始。廃棄物処理法違反疑いで男を逮捕。宇都宮中央署ということで。これは2月27日の朝の10時2分頃に配信されたと。はい、宇都宮市と。この状態では、ね、中ちゃんってなったわけですよ。疑惑として。中ちゃんみたいな。まあ、顔写真もないし、名前も出てないんでね。 でも、中山と、に近いな、っていうことで、まあ、配信者が騒いでたわけです。ここら辺では。はい。で、もう奥さんも、なんかね、不発特派員さんのやつ見たけど、一応、奥さんの方の説明では、まあ、喧嘩な感じだったっていう、中嫁ね、中ちゃんがイベント最終日に配信をつけず、逃走し、家にも帰ってこないと。 詳しいことは話してないが喧嘩が原因というふうに説明配信界隈では数日失踪して復活し沸かせるという風潮がある中身の様子を見る限り大して大きな問題でもなさそうであるって感じで特派員さんは感情もね素敵な感情も入れてるんですけれど、うん、はいまあ多分この時嫁さんは知ってたと思ううん 知ってたと思う。だから、まあ、ニュースにならないだろうっていう部分だったと思う、思うよ。そう、かばってたんだよ。そう、嘘をついたというか、ばってた。やっぱね、中ちゃん、ね、ふわっちで生活して、それでポイントで稼いで、嫁子供食わしちゃいけ、食わしていってるわけだからね。うん。まあ、俺がもしね、捕まったら、佐藤さちゃんも多分、いや、パルちゃんは、ちょっとあのー、実家に帰ってるとかね、 ちょっと配信嫌になったとか、そういう風に多分わってくれる。だから、奥さんとしては完璧の対応だと思うよ。うん。で、まあそういう風になってて、どれだっけあ、これね。ローカルの方にニュースになったと。はい。で、内容としては、このローカルニュースの内容は、 自宅敷地内で廃棄物のベッドを燃やしたとして宇都宮中央署は26日廃棄物処理法違反の疑いで宇都宮市自称ライブは、えー、配信業の男41を逮捕したとここではまだ名前と顔が出てません燃やす様子をネット上で配信しようとしたところ視聴者の中報により発覚したと逮捕容疑は2023年の12月30日の夜 自宅敷地内で木製の子供用二段ベッド1台をガスバーナーで燃やした疑い。同、え、署、ー、などによると男は事件前ライブ配信アプリでこれからベッドを燃やすと配信を始めた。普段から日常生活などを配信していたという視聴者からは宇都宮市消防局にベッドを分解して燃やしている状況を動画配信していると匿名で通報があったということですね。 はい、まあ、下の方でまず続くんでこれですねで、えー、消防が駆けつけたと男が消火したという同署の調べに処理センターが年末で閉まっていたから燃やしたと容疑を認めていたということらしいですでこんな記事が上がったわけですよ、えー、41歳はあれ中ちゃんかな でも名前出てないからなっていう疑惑で疑惑でなっていたんですがなんとはい中ちゃん顔出しで公開されて名前の本名まで公開されて、えー、中山が逮捕されたということで事件が発覚しましたはい「ベッドを燃やします自分のベッド焼却をライブ配信も視聴者が通報配信者の男41を逮捕と」 まあ一応配信者のとこ41って書かれてるけど、本名で書かれてます。はい。でも中ちゃんの顔写真も出たんで、あ、中山だっていうことで、あのー、まあ逮捕されたということですね。だから12月30日の件が今になって、うん、2ヶ月後ぐらいになって逮捕されたということです。で、さらに、まあ地方の方でね、 あの、ローカルの方でニュースになっていたんですけど、まあ、AFNN プライムオンラインもね、こういうふうに紹介されて、フジテレビの、ば、まあ、ね、ニュースの方でも紹介されたそうです。一応、画像が届きましたけど。それがこれらしいです。はい。自称ライブ、ね、配信し、配信業者、ね、中山健一容疑者41歳と。 書かれてます。ええー、もうまんま見た、ね、手本のような紹介の仕方で紹介されたと。てか、自称ライブ配信業者って何これ付け方。許せないよね、これ。ライブ配信業者でいいじゃん。自称やめてよ、これ。これで食ってんだ、うちうちら業者もやめてくんだライバー配信者、インフルエンサーで付けてくれよ 許せねえよ、これだけははい、まあ。無職になるのかな、分からんけど。で、まあ、逮捕されている、ね、部分が見えます。だから、いっぱい逮捕警察、ちなみに動画見たら、ええーまあ、こんなふうにね、ライブ配信サービスでベッドを燃やしますなどの宣言と、中山健一、去年の12月、なんか、髪見てるね、赤ちゃん。はい。 まあ子供用の二段ベッドを燃やすっていうね、ガスバーナーで。それで通報されたんだろうね。で、こういうね、あのいや、内容らしいです。自宅の敷地内でベッドを燃やした廃棄物処理法違反の疑いと。で、処理、廃棄物処理法違反って何なのって思って俺調べました。はい。うん、こんな感じですね。 えこれかなか難しいんだよね廃棄物処理法違反の内容がこれでいいのかな廃棄物処理法とは廃棄物処理法廃棄物の 処理及び清掃に関する法律。廃、廃業物、廃産物の排出を抑制しながら、産業物をリサイクル、埋め立てなどの方法で適正に処理して、人々の生活環境の保全と、えー、公衆衛生の向上を図ることって書いてる。よくわかりません。 あのこれ見てるけど、はい、まあ要するにこ、まあ、許可なしでね燃やすっていうのがダメってことなんかな許可ありじゃないとえー、で廃棄物処理法違反はどれぐらいの罪なのかなって話なんですよ、まあ、そこが一番気になると思うんで一応罪としての重さはこういうふうになってます えー、廃棄物、えー、処理法違反で懲役何年ですか廃棄物の収集や運搬、えー、処分には法律に基づいた許可が必要とされています。無許可で廃棄物処理業を営業すると、同法第25条の1項1号の定めに従って5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金またはその両方が課せられますということらしい。一応業者ではそういうふうになる。 個人はどうなるのかと。ええー。まあ、気になると思うんですよ。え個人は、これかな一応ね、なんか廃棄物処理法違反には7種類に分けられてて、こんな、種類があるんだよね。廃棄物処理法違反にはどんな種類がありますかと。ね。昇、え、格、ー、禁止違反。 ね、委託基準違反、ね、産業廃棄物違反、ね、逆優秀取引による委託基準違反、ねえー、まあいろいろ違反があるんですよたくさんでその中で多分この1の1項ね、ね、えー、不法消却だと思うんだよ中ちゃんのははいで内容を見るとその消却の方で見るとね えー、不法消却は法律で禁止されていますかと不法消却を行った場合は5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金に課せられるとまたこれを併用「平用平」「なこれ読めないけど」えー「されますと」と、えー「法第25条の第1項第15項の未遂の場合でも罰せられます」ということらしいです。 まあちょっと軽犯罪じゃ済まないぐらいの重さぐらいって感じかな。ええー。ってことですよ。まあ多分、中ちゃんは自宅の敷地内でベッドを燃やしていたことに対して別に違反でも法律違反でもないって思ってたと思うんだよね。うん。だからやったと思うんだけど、知識がなかったんだろうね、きっと。 はい。まあ多分罰金刑だと思うけどね。別に悪気がないんだから。懲役にもならないと思う。罰金刑、多分50万ぐらいじゃないねえ、悪意があったわけじゃないんだから業者でもないし。で、さっきね、まあ、たくさんの方々がコメント欄で、えー、中ちゃんのアカウントが消えたって書かれてるんですよ。嘘だろ 俺ね朝さ、中ちゃんのアカウント確認しに行ったんだよ。あー一応ね、その時は中ちゃんのアカウントね、ありました。だけど、皆さんはもうなくなってるっていうのよ11時22分。あ、やべ11時50分に起きたって言って,言っておきながら11時22分に起きてることがばれちゃったんだけど、中、ね、ちゃん、これ、アカウントがなくなってるそうです。ちょっと調べてみますね。 ええ。本当になくなった。コメント欄ですごい中ちゃんのアカウント消えたって書かれてるんだよ。ちょっと見てみますね。んあるのないのどっちある,ないあるないあるないあるない いやないけどなあれ俺の検索の仕方が間違ってんのかないやないよ俺も調べたけどうん俺も同じようにかちゃんで調べたけどフォローしてたらある ある検査所にか,からないや俺もあじゃあこっちの方で見ればいいのかなこっちで見ますあ見れないわ今放送中だからえー、ちょっと見てみますわそこまで言うならうーん。 昨日のイベントのやつを出せばいい。これね。で、中山が俺と同じジャンルだから、これで。いやー、多分バンですね、多分録画の履歴がないから、ゼロだから。うん。バンはバンだと思います。検索かけても出てこないんで。はい。 一応、ンになったら、録画消えるんだよ。アカウントはちなみにあります。あの、サメちまサメちゃんとか、金ンバさんのアカウントあるんだよ。言っておくけど。A 版になってもあるからね。アカウント自体は残ってるんだけど、検索かけて出てこないってことになると、まあ、A 版じゃない、バンっていう可能性があるってことだね。えー、バイちゃんのもあるからね。 うん。一応フォローして見てみるか。フォローすればあるんでしょ。じゃあワンチャンおすすめ規制かもね。それだったら。フォローすれば出てくるらしいけど。今フォローした俺は。うん。フォローし、あの、これサブアカね。サブアカ、サブアカの方でフォローしたんだけど。誰もフォローしてないやつで。 いや、出てこないね、フォローしてても。本当にフォローして出てきてんのこれ、リスナーさん。出てこないんだけど、フォローしても。うーん。いや、出てこないよ、中ちゃん。フォローしてるけど。ほんと出てくる、これ。どれだうん、出てこないよ、俺。あ、やばいちょっと待って。 うわ最悪だ俺のサーバカがやばいやばいちょっと待って待ってやばいやばい最悪だこれマジでもうどうしようこれ外すか はい、もうやめてくださいまあ要するにまあ出てこないですねちょっと検索かけてもうん1月29日のリスワを見てみてえ,ー、えリスワンで1月29日、うん、あこれね はい。これ出てくるのは、あの、検索には出てこないんだよ。その、記録とか出るよ、普通に。うん。検索が出てこないから、まあ多分、番です。で、この番に関して、いつまで番なのか不明ですね。はい。ちなみに、嫁さんとは連絡取れません。知らないんで。まあ、とりあえず、中山、 えー、逮捕ということになりましたはーいということで、えー、今日のねふわっち大炎上 DM したって言ってる嘘してないし DM ん 来てないよはいということでね、まあちょっと中ちゃんが、えー、逮捕されたということですね。はい。まあ、残念ながら。うん。嘘言うな。はい。で、まあ各方面の 聖人者たちも悲しみに暮れてますね。えぇ、ー、聖人や中村くん、そして養分、えー、ケイちゃん、あと他その他お腹ちゃんを慕っていた方々が、えぇ、ー、悲しんでます。はーい。まあね、いろいろありますけれど皆さん、こうやって仲間がね、失っていくんですよ。残念ながら。うん。で、ヨッサンファミリーだからヨッサンが行くのかな 養分も29日に面会行くって言ってる仲間重いだね、これ。養、えー、分、あ、だからか。だから養分の方では養分はさしていたって感じなんだね。ねえ。悲しい。あ、中村くんね。中村くん。<laughs> あのー、まあまあね、戦ってるよね、すごく。大変だね、中村くん。<laughs> まあ、戦争中だからね。うん。仕方ないよ。こう、もう俺もそうだったからね。戦争中だから、これ。<laughs> そう。中村くんと養分のね、戦争中だから。まず一人向き。あ、そっか。そっか、中村くんは中山と喧嘩してたもんね、ととじゃあ中村くんの呪いだ。うん。こんなことある。中村くんと揉めた次の日に逮捕って。え、次の次の日か。 ええー、そんなことあるこれ。怖いね、これ。ってことですね。まあ、そういうことで、今日のね、まあ皆さん、ね、ふわっち、大炎上、ニュースサラサー <laughs> はい。で、今日は配信早いねって言ってる人がいるんです今日ね、実は支払いがあるんです。はい。 これ支払わないと止まっちゃうんでね。止まるっていうか差し押さ食らっちゃうんで払っていきます、ちょっともう。支払い、てんこ盛りですよ、これ。ちょっと払っていきます、払うもん。銀行空いてるうちに行かなきゃいけない。すいません。アロー行くのかいや、支払いは、払ってね。余っていたら行くかもしんないけど、多分余らないと思う。うん。 もら支払うもんを支払ってやりますよ。と、はいうことでね、まあ、皆さん今日は集まっていただきありがとうございましたで中ちゃんが A 版なのかどうかっていうのは分かりませんはいただまあデータ的に言うとニュースになっていった場合は基本的には A 版の可能性が高いです、はい、ただ運営が心を入れ替えて規制を緩くしてくれているなら A 版じゃないと思います。はい、なのでまあ正直ね俺もねその本当政治が言ってた明日,明日は我が身」と言ってたんだよ本当その通りで配信者はねどんな場面でもこの通報によりのね逮捕だからさ だから怖いよね、アンチが。もうアンチの勝利ってことでいいかな、これは。うん。ワンチャンファンでそういう風に通報した人もいるかもしんないけど。はい。だからちょっと怖いね。もう自分がね、見られてる人間として自覚を持ってね、ちょっと配信やっていきますね。え、ね、え。本当明日は我が身です。はい。まあ、アンチの勝利、じゃ勝利でしょ、これは。残念ながら。 ってことですねまあそんな感じで今日のね「ふわっちね」ね大炎上ニュースさ h さ w はい、もう多分運が悪かっただけだと思う。ね。多分廃棄物処理法違反っていう脳みそがあったんだと思うよ。だからそれれで通報入れて 暑かまるなっていう考えがあったんだよね、アンチは。うん。予想だけでと今日は時間が短い、すいません、はい。で、皆さん、本当に今日は、あの、昨日はね、イベントありがとうございました。まず、パルリストの皆さん、ありがとう昨日応援してくれて、本当にありがとうね。めちゃくちゃ嬉しかったよ。ええー。まあ、よかったらね、皆さん。 あのーまあ、僕いつも昼の12時の放送やってるんでねフォロー通知そしてナイツよろしくお願いしますねおせる方押してってください金が入ったら適当じゃなくて払いに行かなきゃいけないんだよええー、もう本当大変なんですよってことですね養分が旅行行こうだってよ俺に言ってるってこと いやー、だって俺、払うもん払ったら多分残る金、5万か10万ぐらいしかないもん。うん。てか、むしろ、オーバーする可能性あるからね。大変だよ、俺も。行きたいのに金がないよね。あれば行きたいんだけど。そういうことで。じゃあ、まとめます。ふわっち、大炎上ニュース、まとめちょナイスがね、あのー、 いつも欲しい欲しい言うんですけども、あと二日なんで、あとはおのおので押してってくださいね。じゃあ行きます。えー、ふわち大炎上ニュース。まとめ野田通り、えー、2月28日に、あの、支払わないと差し押さえの通告書が来る。はい。金梅さん、痩せ、痩せこけていく。18kg の水が持てない模様。えー、まゆちゃん、謝罪枠。 尿検した件など、ええー、あとの、ね、あの SN、SNS で報告しなかったことを、など、ええー、あと、自分のやっていた、えー、不適切な行為などに対して謝罪をしていたと。はい。閲覧3000人超えということですね。一週間晩明けです。何をやったかというと、THC のリキッドを吸った疑惑があって、それで炎上してました。はい。で、やっちょくしきちゃんの絶縁。 誕生日、ゆいちゃん、ホーリー、ホレタクマくん、るちゃん。はい。えー、まあねあと、ベルちゃんと、たくさんの方から誕生日を今日迎えるということです。おめでとうそんな誕生日の中に、なんと、中ちゃんが、えー、逮捕されたというニュースが飛びこ、飛び込んできました。えー、中ちゃん、逮捕。えー、ヤフーニュースやフジテレビの、テレビの方でも紹介されたと。 で中ちゃんのアカウントはさっきまで存在していたが、えー、その後アカウント削除になりました。はい。えー、なくなっていると。A 番なのか番なのか不明です。はい。まあ一応ね、行方不明というふうに騒がれていて、イベント最終日にもやっていなかったから、ちょっとどうなっていたのかっていう話だったんですよ。まあ嫁さんの説明では、まあ喧嘩して、まあちょっといろいろ出ていっちゃったみたいなニュアンスで喋っていたと。 ね、実際問題は対応されていたということらしいです。はい。っていうことで、今日のね、ふわっち大炎上ニュースでタイルさー <laughs> 嘘つきじゃなく、かばってたってことね。えー、かばってた。っていうことで、今日の炎上ニュース、こ、こんな感じで終わります。